慢性疲労に効果的な治療法。私が狙っているポイントはいつも3つあります。皮膚揺らすというか眼輪筋を揺らしているような感じかな。眼性疲労に効果的なツボですね。ツボのお話します。まあ、皆さんご存知かもしれませんが、はい、こんにちは、ゴッド&通信の関野です。今日は主義のコンテンツをお届けしていきます。今日の主義の内容なんですけれども、眼性疲労に効果的な治療法、こちらをですねお届けしていきたいと思います。まあ、普段私がですね患者さんに使っているやり方になります。ぜひ参考にしていただければと思います。それでは早速やっていきましょう。そうですね、患者さん仰向けで寝てもらいます。でこのように仰向けで寝てもらって、私が狙っているポイントはいつも3つあります。その3つをですねちょっと今日はお話ししていきます。まあ、目周りですね、はい、でちょっとやっていきますね。で私がまずやっているところはこの前頭骨ありますね。尾骨からこの前頭骨の生え際で、前頭骨こうなぞっていくと、まず前頭骨の位置分かってもらいたいので、前頭骨の縁ですね、ここを練習として触ってみてください。はい、この前頭骨の際を狙っていきます。ではですね、どうすればいいのと、今度どこを狙っているの関野という話なんですけれども、まあ、この尾骨から始まってちょっとこのまま眉毛ラインをこうなぞっていくと、ポコッてへこむ場所があるんですよ。触ってもらえればわかると思います。へこむ場所があります。でへこんだ場所に指を当てます。どっちが見やすいかな、左目の方でいきましょうか。はい、こう来てポコッてへこむ場所があります。でそこから圧をぐっと加え、前頭骨を持ち上げるように圧を加えるんですけれども、この持ち上げる方向のポイントがあります。はい、それが斜め上です。斜め上、斜め上の方向に、だから今左やってるんですけども、右斜め上の方向に圧をぐっと加えます。ここがですね一番ハマるポイントなんですよ。これをじゃあただ上に上げましょうっていうよりかは、斜め上に上げた方がガツッとこうハマる感じがあるんですよね。患者さんにやっても、あ、そっちの方向が効くねみたいな風にやります。だ自分でね、自分でこういう風に押していただいても分かると思います。斜め上の方向に押してあげるのが一番のポイントになりますので、この尾骨から始まって前頭骨なぞっていって、ポコッとへこむこの目頭の部分ですね、そこに指を当てていただいて、そのまま斜め上の方向に持ち上げます。右斜め上、はい、これで30秒ほどキープしていただけると、この目の周りの血行が良くなってきますよっていうのがまず1つ目。はい、2つ目いきます。2つ目がですね、このまま前頭骨をぐーっとなぞっていきましょう。でちょうどこの目の真ん中っていうんですかね、実際にこの目を開けたら黒目のところになるんですけど、黒目のところ、はい、ここのところにまた当てます。でこれも前頭骨を持ち上げれに行くんですが、今度は真上です。はい、真上のところにぐーっと圧を加えていく。はい、これで30秒ほどキープです。でこれのポイントなんですけれども、やはりこの眼球周り触ってはいますので、例えばコンタクトをしている患者さんとかいたりとかすると思うんですよね。そういった方にはもう最善の注意を払ってくださいね。眼球を押したら傷つけてしまう可能性がありますので、眼球には触れずにちょうどこの前頭骨の際を攻めていくんだよということを覚えて、真上に行くというふうにしてください。これ2つ目。はい、3つ目いきます。3つ目がですね、ちょうど今度目尻になりますね。目尻のところに指を当てていただいて、これは今度はマニピュレーションです。優しくマニピュレーション、はい、このまま皮膚を揺らす、まあ、皮膚を揺らすというか眼輪筋を揺らしているような感じかな。眼輪筋を揺らしているような感じ。結局この眼性疲労もですね、血流の流れが悪くなっている状態ではありますので、目の周りの血管を開かせていって血流の流れを良くしていくっていうのがやはり一番効果的ではあります。こういうふうにね、蒸しタオルとか当てたりしたら気持ちいいじゃないですか。で目開けたりしたら、おはなんか疲れ取れたわみたいなのあるじゃないですか。だからそれと同じ意味合いで、この目の周りのマニピュレーションをしてあげて、血流の流れを良くして眼性疲労を改善しましょうというやり方になります。ここもマニピュレーションしてあげれば OK だよと。でここグーって押しちゃったりすると、あのここの近い部分に長頸骨ありますよね。で長頸骨のところをグッと押すと結構気分悪くなったりするんですよ。だからちょうどこの目尻のところは安全を期してですね、私はこのようにマニピュレーションをして揺らしているような状態にはなります。ぜひ参考にしていただければと思います。で3つですね、目の周り3つお話ししました。はい、この目頭の部分、はい、ポイントは斜め上だよと。で目の中央の部分、前頭骨の目の中央の部分は真上だよと。で目尻の部分はマニピュレーションで揺らしてあげてねっていうのを3つお届けしていきました。これがですね、目に対する直接のやり方にはなります。はい、続いてですね、プラスアルファとして、目に関係しているですね、うつ伏せ、後頭部ですね、後頭部のところのアプローチ方法、こちらをお話ししていきたいと思います。
はい、そしたら今度ですね、うつ伏せでアプローチ方法、仰向けでアプローチしていただいても大丈夫ですよ。場所の確認のためにうつ伏せで寝てもらっているだけなので、うつ伏せでこのようにアプローチして、どうアプローチすればいいんだ、こうだったら見るか、こういうふうにアプローチしていただいてもいいですし、はい、仰向けでですね、このように指を立ててアプローチしていただいても大丈夫です。ちなみに私は仰向けでやってる派です。まあ、ちょっと今日は分かりやすいためにうつ伏せで寝て場所のお話をしていきます。で、今回ですね、この眼精疲労に効果的なツボですね、ツボのお話します。もう皆さんご存知かもしれませんが、天柱と風池になります。はい、天柱風池というツボにはなりますね。まあ、首こりとか肩こりに関係しているツボになりますけれども、眼精疲労にも効果的です。で、天柱なんですけれども、このうなじの生え際にあるですね、太い筋肉、はい、この両側にあります。まあ、僧帽筋ですね、太い筋肉というのは僧帽筋なんですけど、僧帽筋の両側の外側にあります。はい、分かっかな、この辺になります。まあ、ご自身の頭で触っていただいても大丈夫だと思います。で、これもですね、押す方向ポイントがあると思います。私、鍼灸師のね、もっと働いてた院長先生からお話、ね、いただいたんですけれども、対眼の方向、反対側の目の方向に押しなさいっていうのがありました。だから、今右側を押さえてますけれども、右側を押さえてるんだったら左の目の方向に圧を加えるんだよと。だから、うつ伏せでやっていくんだったら、こういうふうに母子を当てていただいて、こっちの方向にぐーっと押さえていく、うん、だから上とか、このなんていうんですかね、下とか、そういうわけじゃなくて、対眼の方向、反対側の方に押してくださいっていうには言われましたので、で、実際受けていただけると分かると思います。そっちの方が効果的です。で、これが天柱の位置ですね。次の風池になります。風池はですね、この天柱からこの外側にずれます。だから今度見えやすいように、右ですね、右の天柱がここにありますので、そのまま外にずれたこの髪の生え際、まあ、首筋の、ね、やや外側、深いところにあります。で、ポコってこうへこむ感じがありますので、こう真ん中から筋肉たどって、筋肉の外側が天柱、はい、で、そのまま外にずらして、生え際のところラインずっとずらして、ポコってこうへこむ場所があります。そこが風池になります。で、ここもですね、先ほどと同じように、はい、同じように対眼の方向に圧を加えていくんだよと。カメラ位置都合上ですね、どうやっていいのか分かんないんですけれども、ちょっと右でいきます。右でいったら、私がやるんだったら、ここに母子球を、母子を当てていただいて、ぐーっと圧を加えている、うん、まあ、仰向けでやっていくんだったら、ここに指を立てて、天柱とか縁に当てていただいて、そのまま対眼の方向に圧を加えているというふうにはやってはいます。はい、まあ、今日お話ししていきたいのは、この天柱と縁が眼精疲労に効果的だよと。そして場所は、はい、この太い筋肉の外側、僧帽筋の外側が天柱で、そこから外側のにぐっと滑らせて、くぼんだところが縁になるよっていうところだけを覚えていただければ結構です。はい、今日はですね、眼精疲労に効果的な治療方法をお話ししていきました。はい、目の周りが3点ありましたね。で、あとは、後頭部のところからも効果的なツボがありますので、そちらを紹介していただきましたので、ぜひ参考にしていただければと思います。はい、それでは今回の動画は以上になります。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録をしてください。はい、それでは今回の動画は以上になります。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。